制作メディア研究家、後期博士課程の坂村美奈です。スマートシティという都市に住む人々の生活を効率よく豊かにするために、そこに住む人々の情報を収集する参加型センシングという研究と、またその参加型センシング技術を利用して得られた情報を還元するための研究を行っています。ロケモンとはロケーションモンスターの略なんですけども、 iPhone や Android のアプリケーションになっていて、その場に関する情報をその場にいる人がモンスターになりきって発信してもらうというアプリケーションになっています。情報発信主体としてユーザー名や匿名を用いると、その場にいる人がそこにいるというふうに分かってしまうので、プライバシーの問題があったりだとか、参加のモチベーションが長期的に低下してしまうといったこと、また匿名投稿にすると誹謗中傷が増えたりとか、そういった情報の質の低下というものが問題として挙げられると思うんですけども、そういった部分をロケモンを使うと同時に解決できるのではないかと思って開発をしています。ロケモンはアメリカで開催されたモビコムという国際会議のモバイルアプリケーションコンテストで優勝をいただきました。みんなレポとは、みんなのレポートの略なんですけども、地方自治体の行政職員の方が業務中に、参加型センシングを行うためと、その情報を収集して得られた情報をもとに対応が必要な業務のやり取りを円滑にするためのアプリケーションになっています。藤沢市さんは先進的な取り組みを受け入れてくれる自治体さんなので、一人では到底できないような実験を長期間で大規模で行わせていただけるという意味で、先進的な取り組みを進んで行えることが SUC の魅力の一つだと思います。自分次第でいくらでも成長できる自由で楽しい場所です。